ジャクソン・アルレイ・マルティネス・バレンシアはコロンビア・キブド出身の元サッカー選手。ポジションはセンター・フォワード。ジャクソンはピッチ上でダンスのような動きをすることからチャチャチャとあだ名をつけられている。コラムニストのティム・ビック・リーは両足を遜色なく使うことができる純粋なテントリアと評している。2020年12月に現役を引退した。 インデペンディエンテメデジン元サッカー選手の父、オルランドの下で生まれたジャクソンは、メデジンを拠点とするアマチュアのデポルティボ・コプパマス、インシーソでキャリアを始め、2004年に、ペドロ・エンリケ・サルミエント監督率いる、インデペンディエンテメデジンへ入団した。インデペンディエンテメデジンのトップチームに昇格を果たした2005年から2007年までの間は、散発的に得点を挙げることにとどまっていたが、 2008年に11得点を上げたことで注目を集めるようになった。2009後期リーグではアトレティコウイーラとの決勝戦で2試合ともに得点を決め、クラブを5度目のリーグ優勝に導いた。個人としてはレーデル・プレシアードが持つシーズン最多得点記録を塗り替える18得点を叩き出し、得点王となった。さらにエルティエン・ポシュが選ぶ最優秀選手に選出され、 コロンビア代表で代表初出場を飾り2試合連続得点を決めた。この活躍にクラブはマルティネスは500万ドル以上の価値があると称賛した。同シーズン終了間際に韓国一部のウルサン現代 FC と暫定行為に達したとクラブのディレクターから発表されたが契約条件が直前に変更されたことやジャクソン本人がアジアへ行くことを拒否したため、 最終的に破断となった。ハグアレスでチアパスシーズン終了後に、アルゼンチン一部の強豪 CA、リーベルプレートとラシンクラブが獲得の申し出を行っていたものの、最終的に同胞のルイス・フェルナンド・モスケラと共に、メキシコ一部のハグアレスでチアパスと契約した。加入一年目となる2010後期リーグでは、得点王まで、 あと一歩及ばなかったものの得点ランク4位となる9得点を上げ、コパリベルタドーレス2011の方でも主力の一人として活躍し、クラブ史上初出場ながらも準決勝進出に貢献した。また、12月28日から30日までの間に行われたメキシコ、グアテマラ、エルサルバドルに所属する4チームからなるコパメソアメリカーナ2011では、 初戦のコミュニカシオネス FC 相手に2得点を決めると、決勝の AD イジドロメタパン相手にハットトリックを達成し、得点王となる5得点を挙げる活躍でチームを記念すべき第1回大会優勝に導いた。チームに加入してから通算30得点近くを挙げ、さらに2012後期リーグ開幕時に首相に任命されると、クラブでの充実した生活を送るのみにとどまらず、 代表でも安定したパフォーマンスを披露していたことから、欧州トップリーグである、イングランド一部のリバプール FC やマンチェスターシティ、FC、ほどなくして契約することになる、ポルトガル一部の FC ポルトから関心を寄せられた。ポルト2012年7月7日に移籍金880万ユーロで、FC ポルトと4年契約を締結。違約金は4000万ユーロに設定された。 初公式戦となった8月11日のアカデミカ、コインブラとのスーペールタスサカンディドデオリベイラで90分に、初得点及び決勝点を挙げ、タイトルを獲得。また、同試合の最優秀選手に選出された。8月25日のビトーリア・ギマランイス戦で80分に、ペナルティーキックによりリーグ戦初得点を記録。9月1日の SC オリャネンセ戦で2得点目。 次の SC ベーラ・マルセンでは、同胞のハメス・ロドリゲスのパスから、オーバーヘッドキックにより先制点にして、自身3得点目を挙げた。第5節のリオアベフシー戦では、1点を追いかける、中で89分に得点を挙げチームを救った。ライバルのスポルティング CP 戦で、バックヒールボレーにより得点を記録。UEFA チャンピオンズリーグ2012から13。 グループリーグの FC ディナモッキー F 戦で同胞のハメス、ロドリゲスのパスから、欧州カップ戦初得点を決め、さらにルチョゴンサレスのクロスから2得点目となる、決勝点を挙げて、勝利に貢献。GD エストリル・プライア戦で1得点1アシストを、記録。加入して12試合で11得点と、近年クラブで活躍したリサンドロ・ロッペス、復帰、そして、同胞のラダメル・ファルカをお抜く。 得点率を記録し、その活躍から、ディアリオでのティシアス氏のジョアン・ルエラ記者から、弱小マルティネスと相性をつけられた。CS マリティモ戦での2得点活躍から、同日のポルトガル選手のスポーツ関連の見出しを、飾った。これらの活躍から10月と11月の2ヶ月連続で、リーグの月間最優秀選手に選出されやことから、12月には、リバプール、チェルシー FC、 FC バルセロナといったクラブから関心を寄せられた。チャンピオンズリーグのグループリーグ最終節パリ・サンジェルマン FC 戦で得点を挙げる。チームは1から2で敗北したものの、グループ2により、決勝トーナメント進出が決定。モレイレンセ FC 戦で、ハメス・ロドリゲスからのパスから得点を挙げた。後半戦初戦の CD ナショナル戦で頭により、得点。 SL ベンフィカとのオークラシコでも引き続き得点した。ビトーリア・セトゥーバル戦で PK を含む2得点、次のジルビ戦で FC 戦で90分に得点、ビトーリア・ギマランイス戦で2度の頭による得点を含めたハットトリックを達成。これで17試合18得点とし、オリャネンセ戦で連続得点記録を更新、次のベーラ・マル戦でも得点、リオアベ戦では PK とハメスロドリゲスのクロスからのボレーで2得点を上げる活躍から2013年2月度の月間、最優秀選手に選出された。タッサダリーが初出場となった、準決勝のリオアベ戦で解消するも、無得点に終わってしまったが、すぐさま、モレイレンセとのリーグ戦で2得点を上げている。リーグ最終節の FC パソススレフェレーラ戦でも、得点を上げた。加入1期目。 そして欧州初上陸ながらも、スーペルタスサカンディドデオリベーラとスーペルリーガ優勝を経験したのみならず、個人として30試合26得点により、得点王になるなど、ジャクソンにとって成功したシーズンだった。また、ESPN は2012から13シーズンの欧州で最高の契約の一つに、ジャクソンの名前を挙げた。スタディオ・ムニシパルアベイでのビトリア・ギマランイスとの スーペルタスサカンディドデオリベイラで得点を挙げて、再度優勝に貢献。ビトーリア・セトゥーバルトの開幕戦で、得点、一週間後のマリティモ戦で再度得点、9月1日のパソスフェレーラ戦で決勝点を記録。次のジルビセンテ戦で再度得点、9月22日のエストリル戦で、ルチョゴンサレスのパスにより、得点、FC アローカ戦で2得点を挙げた。 2013から14シーズンのポルトはリーガで3位に終わったが、ジャクソン自身はリーガ最終節の SL ベンフィカとの対戦で PK から決勝点を挙げ最終的にリーガでの得点数を20の大台に乗せ2シーズン連続の得点王となった。アトレティコ・マドリード2014から15シーズン終了後 AC ・ミランがジャクソンの獲得に動いたが、 ユベントスに移籍したマリオマンジュキッチの代役としてアトレティコマドリードが獲得を決めた。2015年7月、ポルトはジャクソンのアトレティコマドリード移籍を発表。移籍金は3500万ユーロ。しかし、アトレティコでは15試合で2得点と本領を発揮できなかった公衆久差し対象2016年2月3日、移籍金4200万ユーロで中国、 スーパーリーグの公衆久次第に4年契約で完全移籍したことを発表した。背番号は9に決まった。2016年10月、16試合に出場していたが、足首の負傷により2年間戦列を離れた。2017年7月にも足首の手術をしま。2018年3月、公衆久次第は、負傷を理由に契約を解除した。 ポルティモネンセ2018年8月31日、1シーズンのローンでポルティモネンセに加入した。その後、2019年末までの完全移籍をした。9月23日に行われた、ビトーリアでギマレス戦でデビューを果たした。2018年11月3日、ベルネンセ戦で PK でクラブ初得点を決めた。その1ヶ月後には、ビトーリアセトゥバル戦では2得点を決めた。 2020年1月に新契約を結び2022年まで在籍したが慢性的な足首の怪我に悩まされながら2020年8月にポルティモネンセを退団した2020年12月7日マルティネスは引退を発表した2009年8月26日にエドアルドララ監督のもとで2010フィーファワールドカップ 南米予選のエクアドル戦とウルグアイ戦に向けて、コロンビア代表に初招集され、エクアドル戦で後半から初出場を飾ると、81分に、ジョバンニ・モレノのパスにより初得点を挙げた。続く、ウルグアイ戦でも得点を記録した。2011年6月7日に、エルナンダリオ・ゴメス監督の下で、コパアメリカ2011の一員に選出された。2014年6月2日、 2014フィーファワールドカップ本戦に向けた最終メンバーに選出された。グループリーグ第1戦のギリシャ戦で後半31分から途中出場。第2戦のコートジボワール戦では出場機会がなかったが、第3戦の日本戦で先発出場すると2得点を挙げ勝利に貢献した。ありがとうございます。